ベンチにいる27番の上野選手と共有したりというシーンが見られます。小池走る、小池打つ、おお、とにかくこう強く中に入れたという感じだと思いますけど、クロスなのかシュートなのかちょっと分かりませんけど、いいとこ止めましたね。これ上杉もこれ触れないですからね、絶妙なとこですね。まあこの蹴り方だとシュートな感じですね。やっぱもう左足に関しては相当な自信持ってますよね。まあ1点目のね、あのフリーキックもそうですけど。